ことじゃないの、あれそういうことじゃないの、丸っぽい玉だから可能性ある。色を、まあ、黄色になるのは金色のイメージだったんじゃないのかなって思う。で要はなんかこれ金の玉みたいな、なんか縁起いいじゃん、うん、パチンコ玉は金ないけど、まあ、そういうニュアンスでなんか出るようなイメージの色が黄色とか色あったからなったんだろうけど、作ってみたらちょっと待ってパックマンじゃねみたいになっちゃったんでしょうね。でも名前がピーハクだからピー君だからちょうどよくないってなったんだよ。絶対名前の候補にピーク君とかあったと思うんだよね。ちょっとイージーウェブ一回メールしてみていい？うん、ちょっと今出れないけど。あ、いやいや、メール送るだけだから、イージーウェブに。うん。清潔さ保ってれば買えるからいいんじゃない？で見てれば癒されるとかさ、綺麗だし。うん。ちびまる子ちゃんにあったよね、なんかグッピーお姉ちゃんがもらってきてさ、まる子がさザリガニ入れちゃって残虐な状態になってるやつ。あ、後ろから車が来た。あ、そこか。あ、まあでも出れないと思うけど、前に行ったところで多分来れないからあんまり。まあね、見てポップがあくびする。やっぱうちがあくびすると一緒にするんだよね、この子。面白い。釣られるんだ。これもなんか親密度が高いと起きる現象。親密度。ナンバーだろうですよ。私もそう思ったけど、なんか背って書いてあった気がした。
の右のやつあれじゃないの、レンタルのマグナリ黄色いの、背だったね。え？背だったね。でしょ？下手くそだな。よくさ、警察の前で赤信号で行ったよね。うん。なんで警察こういう時いないんだよ。あ、コーヒーちゃんがドスドス走ってる。早く行こうでちょん。早く行こうでちょん。パパ様早く行こうでしょん。ちょっと先で事故ってたら笑うんだけど、あの車。一人で自爆してればいいけど、他人巻き込む事故はやめてほしい。ああいうクソ運転してるやつって危ないよ。いや危ないよ。いやこのね、な山梨ナンバーの人もかわいそうだなって。もう死にそうになってたよ。でもドラルコにモロ映ってるからいいじゃん、晒しちゃえばいい。ああでも何でもそうやって晒せばいいって発想なら自分も危ねえ。早くはネット民の考えだ。手でネット見るじゃん。あ、あと猫、毛に猫ついてる。あ、なんでそういうこと言ってるか。あ、大変。後で撮ろうね。毛に猫ついてる。剃らないと。この周りの毛を剃るのダメだ。何にも無理は着てなかったよね。次の出勤分のマスクを職場のやつからもらって帰ればいいだけじゃん。あ、ちょ、ドラレコ搭載のマークか。あの黄色いの。1410。いろいろ思うとこうマスクが必要なあれになって思うのがさ、うん、中にはそのアレルギーでできない人とかも存在するでしょ、うん、そういう人がマスクしないでさ店の中行ってきた時にさ、まあ、店員さんにさ事情説明したりしてさ、ハンカチにちょっと口を押さえる程度でやってくれとかなるわけじゃん。店員
はさ、そんなの知らないじゃん。なんであいつってなった時にさ、トラブル起きそうだよねって思ったから。でだったらその店に入ってそういう事情があったら、そういうカードじゃなきゃ、なんか他の人も見えるように掲示するものが実はない、あった方がいいんじゃないかとかさ、思ったりもするけど、そこまでやったら考えすぎなのか、やりすぎなのかなって思うけど、お互い嫌な思いしないためにはもう先手打つしかないじゃん。